日本冷凍食品協会プレゼンツ武田和歌子の冷食のおすすめ、もっと美味しくもっと便利に YouTube 配信。イエーイ、イエーイ、ピヤ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 。はい、10月16日に ABC ラジオで、この番組をお届けしまして、なんとやっぱりね、ラジオではなかなか映像をお届けできないということで、今回スペシャル YouTube 配信をこれからお届けいたします。わー映像大丈夫でした、初めてのラジオクッキング、はい、ね、でも上手にできたよね。そうなんですよ、大丈夫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 です。そう、はい、本当に大丈夫だったかどうかはこれから分かることになりますけれども、俺じゃなかったんじゃないかとかそういう人もいるかもしれませんからね。 それをちゃんと皆様にご覧いただくための今回 YouTube 配信となっております。はい、三浦さん、はい、冷凍食品のやっぱりまだまだ秘めたる魅力を、ね、そうですね、今回のメニューは鶏の唐揚げを使ったチーズタッカルビだからねチーズタッカルビよ、チーズタッカルビ。唐揚げはお好きですか？唐揚げ大好きです。はい、冷凍の唐揚げってね、便利なんですよ、美味しいですけど、はい、それをアレンジして、はい、あの韓国料理のタッカルビにするんですよ。タッカルビ食べたことありますよ。食べたこともちょっとないかもしれない、俺。人気メニューなんですよね。今もうティーンたちの、はい、ティーン、ティーン、ティーンもちょっとね、話には聞いたことあります。そうでしょ、あのとろっとチーズが絡んだ甘辛いチキンですけど、はい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 、ただ家で作るっていう印象はあんまりないですよ。ですね、やっぱりお店に行ってみんなで食べるっていう感じだけど、はいはい、ちょっとね、その豪華さもあるのでぜひ。大丈夫、君ならできるよ。一見レベル上がりすぎてますね。いやいや、もう大丈夫。何せあんまりお料理はしたことがないです。ないという、はい、もうほぼ初心者が、ね、はい、流血だけしないようにしよう。流血、そんな場面あるんですか？ないでは調理開始です。はい、イエーイ。お母さん、息子が気になってしょうがない。ありがとう。いやぐちゃぐちゃやないかい。もうはいはい、冷凍唐揚げを使ったチーズタッカルビ、さあ準備が整いました。イエーイ。バッチリです。はい、yes. やる気だけは満々やね。やる気は満々です。はいはい、それでは、よしこちゃん、ちょっとレシピや材料の紹介をお願いします。はい、まず主役はですね、冷凍の鶏の唐揚げですね。はい、これはちゃんとパッケージの表示通りに、チンをしてもらったものです。はいはい、そしてキャベツと、はい、玉ねぎとピーマン、と大きめに切ってもらった方が食べた時にあの食感がいいので、今日はそんな形で、であとはチーズと、はい、あの調味料ですね、はい、それぞれあります。はい、これあの溶けるやつであのぜひお願いいたします。はい、まずは油を引いたフライパンで玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒めてください。あのタッカルビの場合はやっぱりすくって食べたりする方があのボリュームもあるので、ちょっと深めのフライパンがいいかなと思います。ちょっと今日鍋型にしてますけど、鍋がなければちょっと高いフライパンでもね、はい、いいですね。はい、じゃあ野菜を炒めましょう。はい、順番的には玉ねぎから。玉ねぎから、はい、玉ねぎを入れてください。いや、そんな大丈夫なんです。玉ねぎでも赤ちゃん。戦いが始まりました。はい。はい。そして、はい。はい。そして、ピーマンも入れてもらおうかな。あっち。ちょっと、あの、火が強いですか、ちょっとね。フライ返し。まあでも、海パンで料理したこともありますから。その時に比べたらもう。そうだよ。はい、防御対策は大丈夫。はい。はい。格闘って感じじゃないか。はい。はい。キャベツも、キャベツもちょっと入れようかな。キャベツ行きますか。はい。キャベツいきます。はい、はい、キャベツ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 、残ってる、残ってる、残ってる、すみません。だんだん無駄にしない。はい、食品ロスをやらない。失礼しました。はいはい、はい、あ、いい感じになってきた。いいね、いい感じ、いい感じ。玉ねぎ火通った方が甘いので、はい、うん、はい、それでは、調味料をまず全て一度合わせます。はい、全て一度合わせる。コチュジャン入れて、コチュジャン、はい、お砂糖も入れて、お砂糖を、はい、入れます。はい、あれ、お酒これか。そうそうそう、はい、お酒を伸ばすためにね。はい、
それを混ぜ合わせてください、はいはい、これを混ぜる、はい、よく混ぜてください、はい、この混ぜたものの、3分の2をこの中に加えて炒めてください、はい、出た分数もやったよね分数やりました、はい、3分の2 3個に分けたうちの2つですね、はい、そうです、はい、そうです3分の2 3分の2を加えてください、はい、これぐらいか遅いそしてまた混ぜます。はい。混ぜまーす。で、はい。その後に、はい、解凍しました美味しい冷凍の唐揚げを加えます。はい、もう美味しい匂いする。もういい。これで。え、もうこれでいいですか食べて。ダメ。ここからだから。はい。鶏肉入れましょう。はい。鶏肉入れます。鶏肉入れます。はい。よいしょー。はい。で、ちょっと混ぜようか。ちょっと味をね、なじませて。ただ、はい、鶏肉、冷凍のね、唐揚げはもうちゃんと味が、はい、結構しっかりついているので多少あちらの味が薄めでもいいですねなるほど、はい、ある程度絡まったら残りの3分の1をざっと加えてくださいそうです、はい、そうです一気にやっちゃうとねやっぱりどうしても煮詰まってしまったりするので、はいはいはい、少しずつ分けてタレっていうのは使った方がいいなんで全部使わないんだろうって不思議に思ってたんですよはい、持って帰るのかなって違うそれはバタッタレですよはい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 、はい、では残りのタレを加えてくださいはいはい混ぜ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 混ざりましたら、はい、その炒めた具材をドーナツ状にします、うん、真ん中に穴を開けあ開けるように、はいはいはいまあ、土手を作るように、はい、真ん中にこうやってそこの穴の部分にピザ用チーズを加えます、はい、なるほど、はい、もうドーナツ、はい、どうなってるのって思う人のためにですねどうなってるの、はい、ドーナツだけに笑ってるかな、はい、焦げる、はい、入れますよ、はい、はい、じゃあここからがね、チーズが力を発揮しますからねはい、はいはい、では蓋をして火を止めてチーズが溶けるのを待ちますはいその間何かすることないですか料理で、ね、踊るだけ踊るだけチーズチーズタカルビチーズタカルビはいエプロン姿でありがとうございますまあ、はい、作業としてはこれだけですね、なんと簡単なんでしょうはいなんと簡単なんでしょうできたでしょラジオの時より簡単ですよ炒めるだけですねラジオってか大技がありましたからフライパンフライパンでオムレツをパンと繰り返してはい、はい、やりましたからねもうこれだけでいいですか簡単にはいもうこれ出来上がりですでも今日すごいよねこの初心者でこの技ができるということは素晴らしいですいやこれからだからもうずっと一生チーズタッカルビ作ったって言えるんですよね俺そうなんですよ、ね、得意メニューチーズタッカルビです言いますなんかそろそろ良さげな感じなので、はいはい、どうかしらちょっと蓋をね、はい、自分で開けてあ、いいんですか、ね、せっかく作ったとこだからじゃあわーいい感じちょっととろっとしてきましたよとろっとしてますね美味しそう美味しそうしかもねバランスよくいいドーナツ型に上手上手おもてなし料理ですよ ねなんかもういいじゃない人呼んでもできるでしょこれ私がやったんですかそうです信じられない素晴らしいすごいぞ俺、ね、すごいぞですよ、うん、そうすごいぞ俺って感じですね今日は ねオムレツをラジオで作って YouTube でチーズタッカルビ作っていやー素晴らしい料理家だなもうでも大事なのは味ですからそうですねそうでしたそうです、はい、どうかなではこの後、はい、実食のお時間です、はい、おっすチーズタッカルビ完成実食の時間ですすごいお店のみたいよねそうですさあではその味ですはいではいただきましょう皆さん、いただきまーすいただきますさあどうかなどうですかどうですかどうですかいや唐揚げがねお野菜もポイントだよねお野菜もはいとね、の唐揚げとほんとぴったり。これ冷凍唐揚
鍋なんですね。信じられないですね、これ、うん、めっちゃうまい。これご飯にもめっちゃ進みそう。めちゃくちゃ進みますね。この世代も好きな味ですし、例えばこの野菜が全くなかったら、あの野菜の冷凍食品もいろいろあるので、一緒にあのチーズとね入れば、あのちょっとまた違ったタッカルビもできるかもしれない。今日はだから包丁でカットしたお野菜ですけど、はい、冷凍のお野菜をここに入れて、はい、作ることもできるということですから。チコちゃんどうですか、はい、小島よしおさんの手作りチーズタッカルビ、ね、これはもう100点満点ですね。わかる、本当におめでとうございます。小学生以来、小学生以来100点取ったの。ね、ね、やればやるほどできます、はい、どんどんメニューは増えていきそうですから、はいね、はい、あの冷食オンラインをね、うん、ぜひ見ながら皆さんいろんなメニューにチャレンジアレンジしていただけたらなと思います、うん、ありがとうございます。毎日の食卓をぜひ冷凍食品で豊かにしてください、はい、彩ってください。ありがとうございます。おばみー